顔面とかね耐えれてしまうってことが思いましたね。そうね、すごいと思いますね、普通に。で、分かったから何なのよって話よね。だからそうね、これが分かったということは、今後ですね、何でしょう、例えば大事な人とかここにこうぶら下がってる時とかにこう痛ぇーって言ったら痛ぇーって言ったらおしゃれしないんだけど、それをニコってしちゃうからうちでかもしんないよね、上向きになってどういう、なんで量を手ぶらでこう、なんで手空いてないの量もしもの場合は量の口にぶら下がることにしましょうというね、あるね、これが分かりました。これが分かるというだけの動画でした。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。